はい、どうもこんにちは。あのね、家を選ぶときとか買うときとかもそうなんですけど、不動産屋ってめちゃくちゃあるじゃないですか。あの、気をつけてくださいね。あの、不動産屋によってはまあ情報をやっぱり漏らしたくないのか、結構ねごまかしてくるとこ多いんですよ。で、よくある仲介手数料無料とかも、あれ結局自分たちがわからないところで、まあ登記とかね、あのお金かかるんですけど、それの時に上乗せして、だから言ったら行政書士とか税理士とかが書いたものに請求書に上乗せして、それをこっちに渡してきたりとかするんで、結果的に手数料無料って書いてあるけど、あのそれ相当の分は払ってるっていうことが結構あったりして、まあそういうところはこう目先の利益にこうとらわれてやる地方らしくて、まあ気をつけた方がいいっていうか、まあ安いからいいってことはないって言ってましたね。で、そのいい不動産屋の見分け方っていうのは、結構いい不動産屋ってその町に特化したところだったら町のいいこと言うんですけど、悪いことあんま言わないんですよ。で、不安になることとかも聞いたりしたら結構そこはぐらかしてくるんですよね。で、ついその自分今家を探してて買おうと思ってるんですけど、なんかね、まあどうしようかな、言わない方がいいか、まあ、23区の中の一つの区で、まあ、結構南の方で、で、あの地盤沈下とかその辺大丈夫なのかなって思ってた不安があったんですけど、探してる時に、まあその町は、まあ、とにかく人の何でしょうね、その人口がさ、こう増えるじゃないですか、区によって。減るよりも増える方が毎年多いとか、あとはあの子供が生まれた時に普通は1歳からその金がもらえるんですよ、13,000円。だけどその区は0歳からもらえますよとか、すごく公園が多いですとかで、財力が高いので小学校も新しいし、すぐ何でも建て替えると、で、ここの川が綺麗ですとかで、バーンって言ってくるんですけど、まあ当たり前ですよ、セールスマンなんか当たり前だって思うかもしれないけど、あ、そうなんですねって。で、東京川が多いじゃないですか。で、そういうハザードマップとかそういうのも自分見てなかったけど、あの川の氾濫とか大丈夫なんですかねって聞いたら、まあそこの区はね、川がこう通ってて、そこで氾濫させないようにもっと上流の埼玉の方で氾濫させるようにしてるんですって言われたんですよ。で、そのソースも分かんないし、実際のところは分かんないよ。だけどもう結構はっきりと言われたもんで、俺もあ、そうなんですねって、あ、じゃあ東京で反乱起きる前に埼玉に起こして、そうなんだ、じゃあ東京は安全なんだと。で、その人は続けてね、東京をどうしてもやっぱ守りたいから、そういう洪水が起きないように埼玉とかそういうところで、まあ起こすか川を分けてどっちかにこう川水を流すかとかいうこと言ってたんですけど、そんなことすんのかなみたいな思ってて、で、また違う不動産屋に行って、たまたまいい物件があったんで、それをきっかけにまあちょっと会ってみようと思って会ったんですよ。まあ不動産屋ならどこもね、そんなもんかななんて思うじゃないですか、思ったけど、その人にその話をしたらめっちゃ笑ってましたね。そんな埼玉に氾濫させるってみたいな。で、その人は本当に包み隠さずいろいろ話してくれる人だったんで、あ、そういう人を信じれば最初から良かったなって。で、僕は今回損しなかったんで、まあ、結局その人のところで買う予定なんですけど、もうね、あのそこはその僕、まあ騙されてはいないけどね、その前に行ったところはその地域に根強くて50年近くその不動産やってるんで安心してくださいみたいなことは言ってたんですけど、なんかね、高い物件を勧めてくんですよ。僕は中古でいいし、あのいくらいくらでって言ってとかしてても、なんか新築のこれを勧めどうですかとかっていうのを言ってくるのは、やっぱり新築売るといいことあるんですよ。あの税率が変わったりとかね、あの国からお金を補助金もらえたりとか、給付金かな、住まい給付金みたいなのあったりとかあるんですけど、なんかね、それ以外のことに関してあんまりね触れなかったんで、僕は結構信じてたけど、違う人に会ってみて、あ、ちょっと やめた方がよかったんだなって気づいたっていうところでよかったんですけど、あのね、見分け方の一つとしては、本当にね、その人が、あのね、意外とね、自分のことについて聞いてこない人いいかもしれない。うん、
個人的な意見だけど、あの趣味は何かあるんですかとか、そういうこと聞いてくる人って結構そこで仕掛けてくるっていうか、そういう人と人のなんかこう関わりを大事にして、そこでなんかね後でこうさらってこようとするみたいなところがあります。で、あと若くてガツガツこの売りたがってる人は、まあ最初からやめた方がいいですね。それは分かると思うんですけど、そういう人はやっぱりそのなんでしょう、売れば自分の利益になるわけですよ自分のマージンが入ってくるわけですよね。そういう風になんか高いもの売れば何パーセント返ってくるから売りたいみたいな。でもそうじゃないところは、歩合制だから関係、別にうちはそんなにあの売ったからって給料に反映されないんでっていうところもあるけど、まあ実際それが本当かどうか分かんないですけどね。うん、とかそうっすね、結構そういう市場に挟んでくる人は結構やめた方がいいかもと思う、俺は個人的には。だから信頼関係がそこで育まれちゃうと、結局こっちはビジネスじゃないですか。ビジネスっていうか高い買い物じゃないですか。で、あっちはビジネスでしょ。だったらそこ慎重になった方がいいし、あの若いからかっこいいからとか、それで押してくるのとか絶対ダメですね、うん、トーク力とかね、うん、結構あの僕の担当の人はハゲて太ってますけど、めちゃくちゃ信頼できますよ、うん、もう家のことをずっと喋ってるんで。そう、なんかね、たまたまスカートの短い子が自転車で走ってて、信号で止まって、あの車に乗ってる時にね、その止まってる時に、そのハゲてる人はこうじっと見てんのかなと思ったら、目の前で撮ってるんですよ、信号待ちで。僕見ちゃってたんですよ。でもその人は何も言わないで、この辺はどういうこういう地形でとかっていう話をした時に、あ、なんか信頼できるなと思いましたね、うん、ちゃんと仕事をしてるというかね。車の運転してる時も下打ちもしないしさ、俺だったら絶対今のムカついちゃうなんて、後ろからなんだこいつって言っちゃってましたから僕は。そう、そういう結構大間な人とか、まああとは結構そういうなんか何でもかんでも話してくれる人の方が僕は信頼できるかな。うん、年収とか聞かないですよさすがに。でもなんかちょっとこう聞いた時に嫌な顔せず答えてくれるとか、だけどこっちには聞いてこないとか、そういうと結構いいですね。うん、だからそう差し値とかもするじゃないですか、不動産買う時にこれ 安くしたいとかいうのも、結構銀行、どこの銀行とつながってるかがすごい大事らしくて、まあ例えばフラット35とかああいうところとつながってて、しかもそこの中でも結構強い人とつながってる銀、なんだ会社とか、その不動会社がいるとやっぱ強いですね。あの具体的な 年、あのなんだ年齢とかあの年収とか言うと、あの僕ね、仮にですよ、年収500万で、貯金が200万だとしましょうね、仮にだったとしても、多分3500万ぐらいは多分買えるな、それだったら買えるけど、ただ僕も事業をやってて、そこで借り入れをしてるとなったら、なったらというか、まあ、そうなんですけど、その人違う前に行ったところの人はね、ちょっとそれが借り入れがどうしても引っかかっちゃってるんで、それがなければいいんですけどって言われたんですよ。なくすことできないし、じゃあなんすか、じゃあまあ最悪親に頭下げて一回その立て替えてもらうっていうかことかなって思って、ちょっと冗談でそういうこと言ったら、結構それゴリゴリ押してきて、そこまでしてでも買ってほしいんでしょうね。だからでもさ、事業のお金もさ、しょうがないしさ、かかってるもんは、俺はもうそう、誰かの手を借りずにやりたいわけよ、どうしても。あーってちょっと諦めてたんですよね。それがあることで買えませんって言われちゃったんで、はぁって思ってたら、その2回目に行ったそのハゲてる人のにそれを聞いたら、あ、全然大丈夫ですよ、そんなの気にしなくてって。えって、いや僕なんか自己資金とかも結構かかると思ってたんですけどって言ったら、いや全然全然って、あのなんかね、最初途中からなんかね、お金残したいですか手元にって言われたんですよ。意味わかんなくて、いや残したよ何も、まあ自分の自己資金をいくら出せるかな話かなと思ってたら、そうじゃなくて、その例えば3000万の物件を買うとするじゃないですか。ただ3400万借りて、で400万残せるってことなんですよ、自分で。もちろん利率はかかるね、かかるけど、1年間の利息はかかるけど、そんなことできるんですかって。いや俺あの自己資金これしかないんですけどって言ったら、ちょっと厳しいって言われちゃったんですよね前のとこでって言ったら、そんなことないです、だって借金じゃなくて貯金ゼロ、パートの人に3200万の物件、その人はね、2個目の人はね、この間買ってもらいましたよって言ってて、えって、パートですよねみたいな、
はい、でもそれもやり方あるんでとかって、全然大丈夫ですみたいな、すげーって、そういうところでかっこいいと思いましたね。やっぱ見た目とかじゃなくて、話とかじゃなくて、すげーと思って。で本当に正直に話してくれる人はいいですよ。だから借りる方法はありますと、僕の年収でももっと高いもの買えますけど、ただ返済きつくなっちゃうんで、もしそれだったらできるけど、まあいろんなやり方ありますけど、安い方がいいんじゃないかなと思いますけどねとかって言ってくれて、へーって感じでしたね。うん。なので、まあもし欲しい物件があったりしたら、3個の不動産に聞いてみるのがいいって言ってました、その人は。そこの会社もね、うちの会社大きいんですよとか、オフィスがこうだよとか、何年やっててとかいうこと言わないですよ。もう車に乗って、車の中だけで話が終わって、案内してもらって、で車で降ろされるみたいな。すごいなと思いましたね、単純に。なので、から補助金なので、損をしないためにも、まずはさっき言ったポイントをね、いくつか抑えて、なおかつ3個ぐらいの不動産屋に当たった方が損をしないで済むかなと、はい、思います。うん、ポイントつけてくれるとかさ、なんかの店と提携してポイントつけてくれるとか、値引きはできないけどこれできると、エアコンつけてくれるとか、そういうのを見るといいです。で、あと、いい不動産の見分け方の最後のポイントとしては、どこの建設業者が作ったかとか、でこの建設業者のここがいいんですとか、これを書類にして作るとめちゃくちゃ強いんですとか、そういう会社とかも全部教えてくれる。その会社の特徴とか、ここは安いけどここがこうです、ここは高いけどちゃんとしっかりしているので、有料物件っていうのができると、今後売るときもすごくよく書類もいい感じで売れるし、作れるし、行政書士の値段も安くできるとか、そういうのがありますので、はい、ぜひ今後の参考にしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。はい、どうも皆さん、こんにちは。